スリーランでした。それではハイライトでご覧いただきましょう。先発はソフトバンク松本です。2回です。ワンアウト2塁1塁で田村、1塁線キャンバスに当たります。これがタイムリーヒット。まずロッテ1点先制。なおも三塁一塁で平沢のこのファーストゴロ、ダブルプレーを狙いに行きましたが、高いバウンドでダブルプレーはなりません。井上帰ってこれで2対0です。ロッテの先発は佐々木です。ワンアウト二塁一塁で明石をピッチャーゴロ、ダブルプレーに取りました。このプレーも多かったですね。大きかったですね。見事に併殺網にかけました佐々木。3回です。ロッテ二塁一塁、このプレー、牧原のファインプレーがありました。さらにこの角中の当たりも牧原、好プレー連発です。5回です。先頭バッターの長谷川、よく飛びますね。この長谷川の打球がセンターの右に持っていきました。2対1、これで1点差。なおもノーアウト1塁で、ここでバスターエンドランを見事に甲斐が決める。これで三塁一塁となる。ノーアウト三塁一塁で、ここで佐々木を5回途中で諦めました。出てきた長野ですが、ここで三振、ゲッツー、ダブルプレー。さらに牧原をショートゴロに、長野のリリーフ、これもいい形でしたよ ね。 そうですね。ロッテはロッテにとって今日の収穫はこの人じゃないですか。はい。そしてその裏ですが、マーティン先頭バッター、ホームラン、ソロホームランを放って第5号。これでまた3対1と2点差になるんです。ところが7回の表、ピッチャーチェンからワンアウト二塁一塁、代打の今宮、打った瞬間にホームランという、この今宮のホームラン、12号ホームランで一挙にスリーランで逆転しました。初球を捉えた今宮のホームランです。スライダーをものの見事に持っていきました。7回の裏、ノーアウトランナー三塁一塁、じゃあ加山に代わってマーティン、三振で、ただここで荻野スタートして、ワンアウトランナー三塁二塁ですが、これが前進守備でギャンブルスタートだったんです。でしょうね。平沢戻ることできません。8回です。この回の先頭バッターのデスパイネ、前の打席で左の肩を少し痛めたかなと思ったんですが、ライトに持っていきました。27号のソロホームラン、これで5対3、酒井が打たれました。8回の裏は高橋純平、レアード三振、2アウトとなって清田、ショートゴロ、3人で抑える。今日セットアッパー役は高橋純平。さらに9回はクローザーの森、2アウト1塁ですが、荻野をセンターフライに打ち取って試合終了。ソフトバンク連敗は3で止まりました。ロッテ5連勝はなりませんでした。4連勝で止まっています。